はいどうも、今ね僕はですね D1 グランプリの第4戦5戦が開催されている恵比寿サーキット西コースに来ているわけですが、今回の4戦からエントリーし始めた妙ちきりんなチームと車があるので、それを紹介しようと思います。この決体な色の GR スープラ、これカッティングシートだと思うじゃん。ノー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 、本物のカーボンケブラーすごすぎます。こちらを作ったのはマニアックなあなただったら知っている埼玉県で一番今イケてるショップ一番イケてるファクトリー、その名はスパーン、そしてスパーンでイケてる、職人、若手イケてる職人、こちらが、ミスター奥野ドリフトで V8、アメリカの車の V8 ってちょいちょい、まあ、中村直樹君とかも載せてたんで、はい、我々もちょっとずつ覚えてきてるんですよ、はいはい、へい、これは何？シボレー系の LSX、シボレーパフォーマンスが競技車両ベースというか、まあ、モアパワーユーザーベースに売っているエンジン N1 ブロックみたいなもんすか。あ、まあ、それより多分もっとそれもやつもが LSX シリーズ。376とは？376とは排気量なんで、はい、インチ、キュービックインチ、はい、なんで排気量が6リッターある。ツインターボです、はい、なかなか見ないです。まあそうですね、はい、日本ではない、なかなか日本ではない。 D1 界では初めて。 D1 界でも多分ターボは初めて。ターボ初めて。なぜターボ？もう NA もやったんで、うん、まあ、どれだけパワー出るかなっていうのを試すというか興味があったんで。これタービンなんですか？これは G30 です、ね、ありそうですね、これ今ね、はい、G305 を2つつけている。もともと NA エンジンでしょ。一応これはローコンプのエンジンを選択してます。選べるの？選べます。ブロックを買うときにそうヘッドも、そうです、ローポンピストンも、ピストンもローコンプ、シボレーパフォーマンスで売ってるんですか、はい、ちなみに、はい、新品ですかね？新品です。新品で買うとおいくらですか？エンジン単体だと、まあ、輸送コスト考えると130万です。で何馬力？全部できちゃうとブースト 1.2 で1300、うん、1300? 1位ですね、この中でこれとかさぞかし高いんじゃないですか。こんな絶対にありえない神秘な場所にタービンが G30 がボンってついてマニとマフラーだけだってアホじゃねえのっていうものを作り上げたわけじゃないですか。これいくら？それか両側でも2個で2セット、うん、セットで6万ぐらいです。6万もしかしてですよ、これはこの側を見るとE92 とかであった HGK のユーロファイターってあったじゃないですか、はい、あれに関連してますこれ。あ、ユーロファイターのキットですね。あ、ユーロファイターはこれ乗っかってるんですか？ユーロファイターのスープラは今走ってるので V8 はないです。あ、そうなの。 2J ですね。じゃあスパンがなんか次作っちゃったってこと？そうですね、先に V8 乗っけた。すごいすごい。所沢で、あの、そのね、かの有名ドリフト界で有名なね、あの HGK とかそういうとこ作ってるのよりも先に作ってしまったってことは、僕じゃなくて世界のメディアが来た方がいいこんなのポンって世話賞とか持ってったらすげえ人だかりができるってことだね。まあできるんですかね。そうだね、 D1 来た方がいいだってこれ何でできてんの？これカーボンケブラー？ケブラーですね、カーボンケブラーです。まあでも強度はないです基本は。あ、そういうの。ケブラーなんで、うん、どっちかというと粘る、うんうん、カーボンの方が強度。切りを切ってどっか行っちゃわないっていうことだ。そうだ切れない、うん、はい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 、布が強いってこと。そうですそうです。軽さもすごいです。そうですね、軽いです。カーボンケブラーの、まあ、バンパーでしょ、フェンダーでしょ、ボンネットでしょ、ドアでしょ、ここ全部外装カーボンケブラー。そうですそうです。でこういうところはそもそもアルミでしょ。そうですね。すごすぎですね。重量はどのぐらいだったんですか？1220キロ。1220キロ、シルビアのまあまあ軽いやつぐらい。そしてこれかっこいいミラーなんですけどまさかと思いますが、あなたが 3D プリンターで作ったでしょ？そうですこれかっこいい、あの GT カーみたいただちょっとエンジンマウントがちょっと面白いんですよ。この薄板みたいなこう鉄板が2枚、前でとミッションでエンジンが止まってる、はい、ミッションとの接合部分でもパイプで保持してる。あ、向こう側ね、はい、これのメリットはボディ剛性を上げれるので、もうアルミなんでエンジンをね、そうストラットタワーのとかフレームのよじれを抑えれる。で、あの、まあ、エンジンがフレームの一部として使えるように、うんうん、
は考えてます。一番俺が聞きたいのは燃費はいくつかってこと。エビス西を3本ドリフト走って10リッターぐらい。10リットル俺1リットルって言うかと思ったのに。エビスを3周走って10リットルをなくす。はい、だいたいそんなもんですね。だからおそらく1リッターで換算すると多分ラパラララララ600メートルぐらいです。そんな感じですね。多分そんなもん。もう一個だけ聞きたい。何ですか。こんなすごいのに、まあ、G30、はい、タービンがついてるんだけど、このエアクリーナーの値段が聞きたい。これかっこいい。すごいいっぱいサイズあるんですよ。あ、そう。でめっちゃ荒いのもあって、ドラッグローのやつはすごい。ターボガードっていう会社のやつを調べれば、こうチョコシビルダーなんてやってないで、このかっこよくバンド止めできる。これすごいいろいろカラーリングがあるんですよ。これなんですか。 MSD がいっぱい並んでます。それイグニッションコイル。イグニッションコイル、はい、強烈な火花が飛ぶですね。まあ強いですね。簡単に言えば点火コイルですか。点火コイルです。これが8個あるってことですね。そうです。1個いくらですか。これ1個1万円ぐらいです。1万円ぐらい、はい、意外と安いんだね。もう1個バニラ見るとすると、このワイヤーが全てかっちょいいワイヤーで、全部インジェクターか何か取り回しが変わって、配線が全部カチャンって1回で済むような感じなんですけど、ミルスペックみたいな、飛行機ワイヤーとかを使ってるんじゃないか。そうっす。ミル線。ミル線、はい、マニアはミル線って言うんだ。ミルスペックだとミルじゃないんだ。スペック線。ミルフーフー。ミルルックとかミルっぽいになっちゃうから、ミルスペック、はい、ミルのスペックありますよ。だからミル線。そうっす。うちで使ってる線はもう配線1本ずつに、ミルの品番が書いてあるんです。本物なのね。はい。ミル線、新しい言葉です。そういう感じの、端々が、こだわり抜いた本物の部品で、レーシング部品で作ってますが、あなたこの前の職業とか今の職業、どんな車作ってきたんですか。S 帯とか。 S 帯とか、あの辺、あの GT とかを、GT? 初めはやってた。今もこれ、まあ、ドリフトもやってるんですけど、はい、その他のレースも一応同時にメカで行ったりとか制作したりとか。何をこんなところではお前ら感動してんだという言葉が基本かなっていう。これでもさ、アルミで作ってティグで溶接して、しかもこの結晶で。そうですね。この豆さ、売り物ですかこれ。それは紀ノ国のオイルタンク、オイルキャッチャー使ってるんですけど、まあ、それを自分のところで溶接して。そうそうそう。ベースはアリモンドだけど。そうそうそう。上手、良いセンスです。まあこういうシャカンってこうワンタッチでハマるとかさ、いちいち絶頂ポイントがあるわけじゃないですか。新しい用語にしよう。いちいち改造の絶頂ポイントというのを見つけるためにこういうのに行こう。これからはバッテリーをジャンピングさせるための入り口がプラスマイナスであって、音する、それ。あ、ガシャンって言います。もう入り方が絶頂だよ。ガシャンっていくんだもん。さっきバンパーが通ってかっこよかった。あれ多分ガシャンってやると取れるんだ。そうですね。ほら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 。ここのポッチはどうするの。あ、ここのポッチは、あ、おさか自分で収まってんだ。そう。そうそう。あー、これそうなんだ。これで外れるんですね。かっこいい。ここで外れ。これもかっこいいんだから、これもカチャンってやるの。これ引くだけです。ほら。そして、お、そして取れていくところ。これが取れて、だんだんこう取れていきます。これも取れていきます。上に上げて、ですか。え、もう取れますか。の、これだよ。余っちゃう。ケーキですね。ケーキ。このこれ、こんなでっかいこれだよ。同じだよ。そうそうそう。あの大きいのがこれ、このこれ、この挟まるのガシャンって。あ、2個ついてんだね。1個じゃないから。はい、スープラ純正が、うん、あのここにぶっ刺さってるんですよ、フレームが、うん、あれ結構めんどくさくて、うん、1回クラッシュしちゃうと、はい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 、あれ全部ぐしゃぐしゃになるんで、うん、あ、いける。あー、小指一本で持てるね。
わけでですね、D1 ルーキーの一人が、全くの新しい車に乗り、すぐに予選に通ったという、まあ、なんとこの偉業を支える、スパンの奥野さんに車を紹介してもらいました。ありがとうございました。